皆さんこんにちは、かおです。今日は意識を宇宙に広げてアセンデッドマスターであるセントジャーメンと共同創造していくっていうことをテーマに、エネルギーワークの使い方から日常でも簡単に使えるような方法をお伝えしていきたいなって思います。まずセントジャーメンって私の動画を昔から見てくださってる方は配信などで聞いたことあると思うし、他でもたくさんセントジャーメンについて発信されている方や、セントジャーメン自体を最初からご存知の方もたくさんいるぐらい結構有名なアセンデッドマスターの一人でもあるかなと思うんだよね。だけど中には初めて聞いたっていう方もいらっしゃると思うので、今日は軽くセントジャーメンの持つエネルギーってどんな感じなんだろうっていうのをお話しした後に、エネルギーワークとして取り入れていくっていうことをしていきたいと思います。セントジャーメンって英語なんだけど、フランス語でサンジェルマン伯爵とも呼ばれているんだよね。で、アセンデッドマスターって宇宙評議会って言われるところが宇宙にはあるんだけど、その中の組織に12人のアセンデッドマスターがいると言われているんだよね。例えばイエスであったり観音であったり、もともとこの地球に肉体を持って転生してきて、そこで修行というか魂を磨いて次元上昇して、肉体を脱いだ後工事の存在としてこの地球のアセンションのサポートをするっていう役割を担っているんだよね。その中の一人がセントジャーメインであって、個人個人ね、性格や気質が違うようにアセンデントマスターそれぞれも得意分野っていうのがあって、でセントジャーメインっていうのは今変革の時期だよね。いろんなものが変化変容していって、どん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 変わっていく。でこの変容を得意とするというか司るセントジャーメインの力っていうのは、これからの時代とても大きく役に立ってくれると思うので、ぜひセントジャーメインっていう存在がいるんだっていうことも知っておくといいかなって思います。地球のアセンションっていうのは今3次元にいて、これを5次元へとシフトしていくっていうこと、まあ簡単に言うと波動を上げて次元上昇するっていうことを、この惑星規模でやるっていうことがアセンションになるんだけど、そのためのサポートを担っている工事の存在たちなんだよね。で今宇宙とこの地上っていうのの、今まで隔たりっていうのがあったんだけど、その、壁みたいなような感じね、その壁のような隔たりがだん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 薄くなってきている状態にあるので、もう今地球自体がすごく大きく波動を上げて今変化している最中で、どん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 軽やかになってきているところなので、その上がってきている分、この宇宙のエネルギーっていうのも以前より感じやすくなった方が増えてきたなと思うし、もうあとそんな遠くない未来、何年か後か、もう10年もいかない間に地球外生命体とのコンタクトっていうのもオープンになってくる時代がやってくるんだけど、それほどこの今まで思いっきり分離していた状態からだん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 この宇宙全体との統合にも向かっている状態なんだよね。でここに書いているのが、今私たちはこうやって地上にいるよね。今まではこの地球自体がすごく波動が低くて眠っている状態だったんだよね。深い深い眠りだったので、私たちはこの地上にたどり着いて遊びにやってきたっていう感覚すら忘れ、宇宙意識も忘れ、何でもできるっていう本来のありのままの姿すら忘れられるほど深く眠っていた状態であって、でこういったいろいろなね存在たちがこうやって地球に来てたよね。で今までは、寿命を迎えて肉体を脱いで、で肉体を脱いでもね魂っていうのは消えないので、そういった肉体を脱いだ後っていうのは、大体私たちは転生して戻っていく、高次元の故郷へ戻っていくっていう感じなんだけど、でもあまりにも深くなりすぎちゃったので、この誘拐であったり死後の世界で輪廻を繰り返すようになってる存在も多かったんだよね。本来はこのように転生していくんだけど、転生できずにずっと輪廻を繰り返している状態、この3次元と4次元を行ったり来たりしているような状態で、も今度はそこを抜けて5次元へシフトしていく、なので輪廻も終わらせていくことになるんだよね。
そこでサポートに入っているのがアセンデッドマスターであったり、スターシードであったり、まあ、レインボーチルドレンとかインディゴチルドレンとか、いろいろね、さまざまいろんな性質を持ったものたちっていうのはいると思うんだけど、さまざまなものたちが星からやってきて、ライトワークであったり、ありのままただそこにいるだけで、もう元々が波動が高い状態で来ているので、ありのままで行くだけで次元上昇のサポート、波動を上げていくっていうことをお手伝いしている存在たちもたくさんいるんだよね。で、そういうスターシードであったり、そういった目的を持って今回ここの今世にやってきている存在たちの近くにいると、輪廻を繰り返してきていた存在たちもハッと気づく瞬間があったり、あ、もしかして今見えてる目の前の世界が全てじゃないのかも、もっと違った目的があるのかも、もっと違った使命があるのかもしれないっていうように気づくきっかけにもなったりするんだよね。で、ずっとここに眠った状態でいるっていうことは、苦労して頑張ることが当たり前、自分を押し殺して本来の輝きを眠らせるのが当たり前のような感覚になってしまっている状態。本当にもう魅力であったり才能であったり、本来の姿を眠らせている状態でも、そこから今もう解放して、一人一人の輝きを放って、才能も開花して、夢もどんどん叶えて、望みもどんどん叶えて、やりたいことをこの地上でやるっていう意識にシフトしていく段階なんだよね。で、ここで大きなサポートを担ってくれるのがセントジャーメンなんだよね。セントジャーメンの特徴として、この大きな変化、変容、変革へのサポートが優れていて、昔肉体を持って存在していた時、ヨーロッパに存在していた時っていうのは、年金術師と言われているほど、さまざまなことを常識であったり概念であったり無理だろうっていうことを可能にしてきた部分もあったんだよね。そういったエネルギーを持ちつつ、その変容を愛や光に変えていくことができるというのが特徴的なんだよね。で、エネルギーワークの説明に入っていくんだけど、このエネルギーをうまく活用するとどうなるかっていうと、今までのようにネガティブと呼ばれる、まあ、不安であったり恐怖であったり無価値感であったり罪悪感であったり、そういったようなバイブレーションってあるよね、感情ね、そういったものを燃やして愛や光へと変容していく力を持ったバイオレットフレームっていうのがあるんだよね。セントジャーメンといえば、このバイオレットフレームという紫の炎を使ったエネルギーワークなんだけど、まずやり方としてセントジャーメンを召喚するよね。セントジャーメンにまず呼びかけて、自分の元へ来てくださいと。呼びかけないで勝手にバイオレットフレームで燃やすってことはないので、こちらから意図してお願いして、セントジャーメンを呼んで召喚して、そこでバイオレットフレームで全身を包み込むようにお願いして、そうすると自分の肉体の周りに大きな紫色の冷たい炎で燃やされているところをまずイメージしてね。で、このイメージはきっちりこういうふうにイメージしなきゃいけないっていうことはないので、今紫色の炎に包まれているっていうことを意図するだけでもいいんだよね。まあ、イメージできればもちろんいいんだけど、そしてこの紫の炎っていうのも人それぞれイメージっていうのはあると思うんだよね。すごく綺麗な紫を、好きな紫色のイメージを思い浮かべる人もいれば、赤紫のようなイメージを浮かべる人もいるし、まあ、大体赤紫のような炎っていうのが、まあ、一般的には言われてるんだけど、自分のピンときた紫色の炎で全然構わないので、あと気になる方は、まあ、調べてみて、あのバイオレットフレームの色で検索したら多分出てくるかなと思うので、そういうとこで検索して見てみるっていうのもいいので、とりあえずその自分の周りに炎で包み込んで、自分が全身が燃やされているっていう風に見るんだよね。炎は熱いっていうのもこの地球独特の概念なので、そのイメージの中では自由にイメージしていいし、心地いいあったかい感じでももちろん OK なので、こうでなければいけない、普通はこうだっていうのも、まずそれも燃やしてねで、その燃やされている状態を見て、いろんなことが浮かんできたりするかなと思うんだけど、あ、
ああやってしまった、こうやってしまった、あれはどうなるんだろうとか、その思考とともにモヤモヤって出てくるかなと思うんだけど、それも全部きれいに燃えて灰になって、今度はその灰になったものが光に返っていく、全部光になって変容していくっていうのをイメージで見ていってもいいし、そうやって燃えて灰になって光になっていったって意図するだけでも OK なので、でこのように一つ一つ自分の細胞を全部きれいに燃やして、全部愛と光に変容させるっていうやり方もいいし、さっき言ったようにいろんな感情が出てきたらそれを燃やすっていうやり方もいいし、ただただこの炎に包まれて炎を呼吸するような感じで、スーって吸って肺いっぱいにこのバイオレットフレームを取り入れて、今度は自分の不要になったものを吐き出すとか、まあ、そこまでしなくてもただ気持ちよく呼吸しているだけでもエネルギーがどんどん変わってきたりもするんだよね。自分の発しているエネルギーが気持ちいいなとか、なんか軽くなってきたなとか、そういう風に感じられれば OK なので、まあ、寝る前とかに包まれながら呼吸のしながら寝るとか、朝起きてモヤモヤしてたらそれを呼吸をしてリセットしてから起きるとか、そういう使い方もあるし、日中の隙間時間でちょっと切り替える気持ちでもね、そういった意識でやるっていうのもいいし、普段の中で取り入れていくと感覚が変わってきたり軽やかになってきたり、変化変容に対して冷静な目で見ていくこともできるようになってくるんだよね。今までなんでこううまくいかないんだろう、どうしたらいいんだろうっていう視点から、違った愛の視点、高い視点、高次の視点から物事を見ることができるようになると、こうでなければいけないっていう選択肢ではなくって、あ、こういう考えもあるかもとか、たくさんの選択肢っていうのが、俯瞰して冷静に物事を見ていくこともできるようになるので、慌てずゆったり落ち着いて穏やかな気持ちでこの変化変容を楽しんでいくっていうことをやっていけると思うので、ぜひ気が向いたらやってみてください。では今日はそんなところでした。またね。